普天間基地の移設問題で鳩山総理大臣は今日午後、訓練の一部移転などを検討している鹿児島県徳之島の3人の町長らと会談し、理解と協力を求めます。沖縄から近い、ところに所在している徳之島の皆様方にご迷惑というものをおかけすることは十分に理解する中で、ご理解をいただけるように努力してまいりたいと。会談は総理官邸でおよそ1時間の予定で行われ、平野官房長官や鹿児島県知事らも同席します。鳩山総理は沖縄の負担を減らすため、普天間基地に駐留する海兵隊の一部訓練を徳之島に移転させることなどを検討していて、協力を要請します。これに対し徳之島の3町長らは昨日夜、東京都内で開かれた会合で反対の考えを改めて強調しました。徳之島の民意を、徳之島には米軍基地はいらないんだという思いをですね、しっかりと伝えてまいりたいと思いますので、本当に今日はありがとうございました。三町長は移転に反対する2万5000人の署名を鳩山総理に手渡すことにしています。